アスリートプレスということで、始まりました。アスリートの皆様にですね、スポーツの魅力を存分に語っていただこうということで、その1回目のゲストということで立浪和義監督に満を持してご登場いただきますいやよろしくお願いします。はい、お願いします。1回目のゲストということで、はい、監督のスケジュールに合わせて始まるということになります。はい、このタイミングで伺わなきゃいけないんですよ。根尾選手ですね、はい、これもピッチャーでいくと、はい、いうことですね。そうです、まあ、そうですっていうか、まあ、これはね、いろいろ皆さんに言われることで、ね、外野やってすぐ内野やってすぐピッチャーかというふうな感じで言われるんですけども、まあ、自分もずっと、ね、練習見てきて、その本人もある程度気づいてるところってあると思うんですよね。今の外野であればなかなか出場機会が難しいと、まあ、いうところと、本当は内野で、ね、外野やったことによって内野いいふうに出ればなと思ってでやってきたんですけども、まあ、本人もまだまだショートの課題は多いというところで、まあ、話しながら、ね、ピッチャーもやってみるかということを言うと、まあ、やりたいですと、まあ、そういうことになったの でもちろん早く何か決めてあげないと、ね、ずっとそれこそどっちつかずになってはいけないというところで、まあ、なんとか今のドラゴンズ先発ピッチャーもいないですしね、将来的なことを考えても、まあ、彼はピッチャーの方が大成するんじゃないかなという、まあ、考えと、まあ、本人もピッチャーで行きたいですという、まあ、そういうことがあったので、まあ、この時期ではあったんですけども、ピッチャーでやっていくことに決まったんです。完全に投手登録まで、登録まで変えるんですか。はい、そのピッチャーにじゃあやるかっていう話っていうのは、その交流戦終わりあたりでこう話をされたんですか。いや、もうだいぶ前からもう今年シーズン入ってピッチャーの練習をずっとしてましたし、もう少し早い段階でもうそういう話をずっと根尾とはしたんですけども、まあ、なんとかね、生かしてあげないといけないということからの判断です。監督常々、ね、根尾に関しては輝ける場所を早く見つけてあげたいって話はされてましたが、まあ、それが結局ピッチャーであるということで、ご本人とも根尾選手とも思惑は一致したということです。そうですね、ピッチャー本当に一本でやるって言ってからの根尾の方が、まあ、非常に表情も明るくなりましたし、まあ、皆さんは、ね、野手で期待されているファンの方もいるとは思うんですけども、まあ、ただね、根尾本人にも言ったんですけど、ピッチャーでもそんな甘い、ね、ものでもないし、簡単にいくものじゃないということは、まあ、決まったから以上には、ね、我々ももちろん手助けはしていきますけども、最終的には本人の、ね、どれだけ彼には、ね、素直にゼロからの気持ちで吸収してやれということを言ったんですけども、だからここ数年見た根尾の中で、何か自分でまだ自分ではこうやってできるという部分が少し邪魔をしていたところがあると思うんですよね。だからピッチャーをやるにあたってもう一回話をしてですね、まあ、そういうとにかくゼロから吸収すると、自分はちょっとできるんだという思いは一切捨てろということは言いましたけども、まあ、じゃあ決めたのは最終的には監督の決断でしょうか、はい、むしろピッチャーやりたいという意思を示したのは根尾選手の方からってことですか。まあ、ピッチャーもね、初めはピッチャーもやりたいし打つこともしたいしと、まあ、本人はそういう気持ちだったと思うんですけども、まあ、話していく中でなんかこうピッチャーもやりたいですということが徐々に強くなってきたの で本人もここまで数年野手をやりながらいろいろ課題であったり感じることってあったと思うんですよね。で本人もね、プロに入った時に、まあ、ショート一本で勝負したいというって言った以上なかなか引けない部分も正直あったと思うんですよね。それを、まあ、会話をしながら、まあ、自分は本当の気持ちを引き出そうというふうでちょっと時間はかかってしまったんですけども、まあ、現在のこういう形になったってことですよね。そういう話を始めたのはもう監督就任されて去年の秋季キャンプあたりからもうそういう話になってたのか、あるいは春のキャンプのあたりなのか、
どのあたりからそういうピッチャーでっていう話に。自分は正直春のキャンプの時にネオは将来的にピッチャーの方が大成していくんじゃないかなというふうには思ってました。ただもちろんその時は、ね、あの昨年の秋に外野で打てるようになれば当然試合出れるということでスタートしてますから、で春のキャンプも、ね、一生懸命こうバッティングも守備も練習してましたし、まあ、当然やっぱり見ないといけないですしね、まあ、だからあの本当に今、ね、ネオってやっぱり人気のある選手ですから、あの皆さんいろんなことをね、あの思われたり自分への批判もたくさんあることは知ってるんですけども、まあ、なんとかいい方向に行くようにね我々も全力で当然サポートはしていきますし、ただ最終的にね頑張るのはね本人ですから、 ある程度のこう手助けができても最後自分でね良くなっていくためっていうのはやっぱり自分自身なところあるんでね、これは勝手なあの言い方かもしれないんですけども、まあ、ネオにはそうやって頑張らせていきたいなと思ってます。あの、まあ、ピッチャーを司っている落合ヘッドコーチに何かこう相談をするとかアドバイスをもらうとか、ネオのピッチャーに関してですね。いや、アドバイスはもう練習からもらってると思います。で、まあ、あの経験豊富なコーチですし、まあ、あのもちろん2軍から、ね、やらすっていうことも考えたんですけども、まずいろんなことをまず、まあ、落合コーチからね学んで、まあ、その結果でねファームでちょっと経験積ました方がいい時はもちろんそうしますし、まずはあのいろんなピッチャーとして大事なことをねあの教わりながら、まあ、そこからまた判断したいなと思ってます。練習の主軸はもうじゃピッチャーってことに。そうです、はい、もちろんピッチャーでやって、ただバッティングだけはあのやらせます。あのね、将来的にピッチャー打てた方がいいですしね、はい、バッティングも大事ですから。ということはあの大谷選手ほどはいかないにしても、まあ、二刀流って考え方でいいんですか。まあ、二刀流ね流行ってますけど、はい、二刀流っていうのは本当に大谷翔平ぐらい打てて二刀流ですから、まだまだネオはその、ね、打つ方のレベルは、ね、そこまで二刀流と言われるような成績は出せてないわけですから、これはあのメディアの方がそういうふうに二刀流とかなんとかってつけたがるから、これ良くないことでね。すみません、はい、まずはじゃあそのピッチャーの方の刀で。そうです、勝負をという、はい、決めたからにはもうピッチャーで対戦してもらえるように全力で、ね、我々も頑張っていきます。あの先ほどネオが人気があって批判が多いという話もやっぱ実際感じてらっしゃいますか。いや、それはもう感じてる。あのね、就任前に言ったように悪ければとかチームのねその成績で自分が言われる分には、まあ、全然もう覚悟もしてますし、ね、ある程度こうチームを変えていかないっていうところでスタートしてるんで、ただその中で負けていいとは思ってないですしね、負けに対しては我々も本当に反省して、あのねこのメンバーを預かって監督させてもらってるわけですから、この現状で、ね、何とか勝てるようにやっていくという気持ちは変わらないですね。あのちなみに、まあ、我々も中継のたんびに、ね、ピッチャーがいいのか野手がいいのかいろんな解説の皆さんに伺うんですが、辰巳さんが解説の頃っていうのはどっちに魅力を感じてました。まあ、自分解説やってる時っていうのはピッチャーはまだ全然やってなかったので、はい、ええ、あのもちろん、ね、野手で対戦すればいいなっていうふうには見てましたけども、まあ、ただなかなか、ね、チャンスはもらいながらそれをここ3年間ですか生かしてこれなかったので、まあ、あの細かいことを、ね、言えないところはたくさんあるんですけども、もう自分はあの絶対ピッチャーの方がいいというの方が可能性があるということですよ、はい、まあ、そういう判断に至ったので。あのキャンプではブルペンに入って実際監督も後ろでご覧になってて、こう打者立浪和義としてあのネオの投げるボールっていうのはやっぱ魅力はありますか、感じましたか。いや、まずなかなか150キロ出る人っていないですしね。で、まあ、確かに敗戦処理の場面ですけども、ね、あれだけわーっと騒がれて、ね、とんでもなくストライクが入らないとか、ね、そういう状況でもないですし、あの立ち振る舞いも、ね、打席にいる時よりも
なんか堂々してますしね。で確かにあの初め、まあ、今年のもうオープン戦ぐらいからですかね、ピッチングはちょっとずつやってるんですけども、まあ、この間、確か千葉マリンですかね、あの時に、まあ、久しぶりにピッチング見に行ったんですけども、ボールの質も少しずつ良くなってますし、まあ、あのすぐにはもちろんね難しいですけども、将来的にはやっぱりドラゴンの先発入ってもらえるような投手を目指してほしいなと思ってます。で先発を将来的にやるとなると、考え方としては例えば2軍でそういう先発に向けたトレーニングと、それからまあ実際投げていくと、こう調整の仕方があると思うんですが、これ1軍に置いてこれからのピッチャー目指す。そうですね、あのまずいろんなことを教わってですね、その結果で試合で投げて、まあ、もちろんその時に結果出ると思うんですけども、それを見て2軍でちょっとやらした方がいいのかはもちろん判断をしたいなと思ってます。まあ、これまで2試合はいずれも大差がついた、はい、まあ、いわば敗戦処理でしたが、ここからその使い方ってちょっとずつ変わるんですか？いや、もちろん初めは、ね、まだ勝っているゲームでは、ね、当然あの先発ピッチャーの勝ちもあるわけですから、はい、負けてる展開から始まると思いますけども、じゃあ例えばですが、再開するジャイアンツ3連戦、ここでマウンドに立つ可能性も、まあ、根尾選手が立つってことはチーム負けてるってことですから、まあ、これはある当然あります。もうピッチャーの枠として入れてますから、はい、いや、まあ、そこまで監督がやっぱり信念を持って、これ根尾明っていう野球人の将来を、まあ、要は背負うってことになりますよね。そうですね、うん、あの責任は重大ですけども、しっかりその方向には導いてあげられるようには、まあ、したいと思って、まあ、ここまで考えてはいたんですけどね。あのじゃあもう打つ方に関しては、今まで本当に臨時コーチの時代も含めていろいろこう手取り足取り根尾選手には教えてきてますけれども、まあ、ピッチャーとして打席に立つときにそれを発揮してくれ、もう打者根尾としてはもうここからは考えないと。まあなかなかあの、ね、どうしても結果が出ないとなかなかそれを根気よく続けれるっていうのは難しいんですけどもね、まあ、もちろんあのスイングの速さとかはありますしね、皆さんがそこは期待されたと思うんですけども、まあ、なんとかピッチャーでね体制できるようにやっていきたいなと思います。なるほど。まあ、すごい戻りますけれども、あの本人もピッチやってる時の表情がすごいいいって話はあのされてましたが、伝えてここからピッチャーでやるぞ伝えた時の根尾選手というのは分かりました、その表情どうだったんですか？まあ、あのなんかそんなような感じというよりも、ね、自分が正直どうなん、正直な意見を言ってみろという根尾の心を開くためにですね、まあ、そういう話をしたので、まあ、それで2人で納得してっていう形であのこのピッチャースタートしてますんで、だからあのなんていうんですかね、こういうことを別に本当はあんまりね、うん、言わなくてもいいことなんですけども、いずれにしてもネオがこれからねプロの世界で、ね、今年4年目ですけど活躍してくれればいいわけでね、あのその過程をファンの人が知りたいっていうのもこれもあの本当はね自分、まあ、ある程度は喋ってますけども、はい、いいんですよ。そうですよね、いいんですよ。本来ですと、ね、皆さんはネオを応援してる人がネオが活躍を見たいわけですからね、はい、でもやっぱり今回改めて、根尾選手の人気が、まあ、ドラゴンズファンはもちろんですけど全国の野球ファンの皆さんまで、よしピッチャー賛成だ、いや野手でもうちょっと見たかったっていうすごい意見が、いやそうやって出るというか、それだけまあ注目を ね、まあ、されてるってことですし、うん、ただやっぱり、ね、根尾が出て代々1打席でも守備でもダイソーでもこうやって声援もらえる選手ってなかなかいないですしね。ただこれからはやっぱり本当に活躍して声援がもらえるような選手にならないと、根尾自身もやっぱそれに甘んじていてはいけないと思いますし、ちょっとこういい格好しいなところがある選手ですからね、まあ、そういったこともちゃんと教育しながらやっていきたいなと思ってます。なるほど、わかりました。あのもう監督の決めたこと、根尾選手の決めたことですから、もう我々はあの信じて応援するのみと、はい。